クーローヌはフランス海軍の74の80門戦列館。1750年に完成し、1785年に再建作り、1792年に革命家サイラに基づいてサイラと改名した。1795年にイギリス海軍に捕獲された。クーローヌは1780年のマルティニーク島の海戦に ドグシェン提督の機関として参加した。サイラは1795年3月13日、クーデ艦長の指揮の下マルタン少将の指揮する13隻のフランス艦隊に所属していた。彼らは嵐を置きで、ホータム教の指揮する15隻からなるイギリス艦隊と遭遇した。数で劣っていた彼らは戦闘を避けようとしたが、サイラは相関を誤り、 両艦ビクトワールと衝突して搬送を損傷してしまった。サイラはフランス艦隊を交戦状態に持ち込もうとしていたイギリス艦隊の風上に位置していて逃走できなかったため、直ちにイギリス艦隊の攻撃を受けることとなった。サイラはトマス・フリーマントル艦長が指揮するフリゲート・イン・コンスタントと保シ所・ネルソン艦長の指揮する 戦列艦アガメムノンの攻撃を受け、結局は撃退したが、大きな損害を被った。フランスの奉仕は未熟であり、アガメムノンがサイラを相関不能として完備から立て、イスルノに対して応射することができなかった。フランスのフリゲートベスタルと戦列艦サンスールが、イギリス前衛艦隊全体と戦いながら、救援に駆けつけた。翌十四日、サ、イラとサンスールは、 フランス戦隊の後方に取り残されており、イギリス艦隊は彼らを捕らえるために前進してきた。マルタン帝督はそれを阻止しようとしたが、逆風と役に立たない伊手のために失敗した。フランス艦では唯一でケーヌだけが戦闘に介入したが、戦隊と上院に損害を受けて退かざるを得なかった。さ、イラとサンスールは戦おうとしたが、サイラが相関を誤ったためにサンスールに衝突し、 その搬送がサンスールに落下して、結局両艦とも座礁するに至った。そして、アガメムロンから乗り込んだ人員によってサイラは捕獲された。サイラはイギリス海軍の軍艦となったが、損傷があまりに大きかったため、サンフローランで病院船として使用された。1796年4月11日、同艦は失火で失われた。 収容されていた負傷者が救出された後、火花が他の船や町に燃え移ることを避けて郊外に引き出された。そして、岸から500メートル沖で沈没した。1988年、残骸の位置を記している地図が、ビブリアースクナスヤナルで発見され、それ以降海中考古学的な調査が行われている。本館については、 英文では1750年の勘とする記事と1768年または1781年の勘とする記事の二つがあるが同一勘のことを記述していると思われる。本校は記載事項のより多い1750年の勘の記事を略出した。ありがとうございます。